皆さんこんにちは。私セールスアソシエイツの横山です。本日のテーマはなぜこれからの自動車業界はうまくいかなくなるのかです。まずアナウンスがあります。概要欄に載っています。ヤフーニュース有料記事を週末にアップしました。今回のテーマは世界最速で問題解決する質問テクニック講座です。この話は今回のなぜ、これからの自動車業界がうまくいかなくなっていくのかについて、話すことと深く関わっていますので、ぜひチェックしていただけたらいいかなというふうに思います。なぜ自動車業界がうまくいかなくなっていくのかっていうのは、もちろんいろんな理由があるわけですけど、私なりの意見をここでお話をしていきたいなというふうに思っています。やっぱり私は営業のコンサルタントなんで、売上目標を達成させるためにはどうすればいいのかということをいつも考えるわけですね。その視点から考えると、自動車業界これから本当に難しくなっていくなというふうに思うわけです。例えば、私は愛知県にいますので、トヨタ自動車の城下町みたいなところなんですよね。で、例えばトヨタ自動車でいうと、今売上どれぐらいあるんですかね。今売上ってほとんど注目されてなくって、利益が何兆円あるかっていう、そういう話ばかり報道されるわけですね。おそらく売上って20兆円とか25兆円とか、それぐらいの、ものすごい金額になっています。で、20兆円だとしたときに、この20兆円の売上というものをどのように構成しているかっていうと、シンプルに、2つしかないわけですよ。その金額かける数なんですよね。なので売上っていうのは、どのように分解しても必ず、売る金額と、そしてその掛け算しかないんですよ。で、もちろんそれを分解していくと足し算にもなっていくわけですね。例えば車で言うと、100万円の車が10台売れた、250万円の車が20台売れたみたいな感じで、まずは掛け算、そして足し算みたいなことになっていく。で、それが全部、足されていって、最終的に20兆円とかの数字になっていくわけですね。ですからトヨタ自動車で考えたときに、もちろんトヨタ自動車っていうのは車だけ販売してるわけじゃなくって、例えば地元で言うとトヨタホームっていう、これはトヨタホームっていう、会社になってるかもしれないんですけど、でも全体にも含まれていると思いますので、そうすると住宅関係の仕事もしてますとか、あると思うんですね。金融関係の仕事もある。で、ただし、トヨタ自動車で考えると、自動車販売が圧倒的にシェアを取ってると思うんですよね。例えば私が前いた日立製作所っていうのは何を作っていたかっていうと、多分皆さんなかなか答えられないと思うんですよ。昔だったら洗濯機作ってたよねとか、冷蔵庫作ってたよね、うちの掃除機って日立だよとか、そういう人っていると思うんですけど、今日立の家電を作ってるところっていうのは、分離してるし、しかも日立グループの売り上げのその家電製品の割合っていうのはものすごく小さくなっているっていうことは、多分皆さん想像できると思うんですよね。ですけども、トヨタ自動車をはじめとして自動車会社っていうのは、ほとんどのケースで自動車が、ここはとても重要ですね、自動車が売上のシェアの大半を占めてるんだと思うんですよ。ホンダとかだったらホンダジェットとか飛行機作ってたりとか、もちろんバイク作ってたりもするんですけど、でもやはり車の売上っていうものは非常に大きくなってる。それは日産自動車もそうですし、その他の日本の自動車メーカーもそうなってると思うんですね。それ以外の自動車メーカー、世界の自動車メーカーも多くのケースでは自動車を作っている、その自動車の販売額が組織、企業全体の売上の大半のシェアを占めているってことがある。これってリスク分散になってないんですよね。繰り返しますけれども、比較すると、私が在籍していた日立製作所とか、今絶好調のソニーグループとか、あとはかつてのライバル、今でもライバルかもしれないんですけど、パナソニックとか、そういった電機メーカーっていうのは何を作ってるかっていうと、それぞれ相当いろんなものを作ってたりするわけですよね。つまりリスク分散ができるということです。一つの事業というのは何かの商品の販売額があって、その販売額を掛け算していくことによって出来上がるわけなんですけど、リスク分散していけばリスク分散していくほど、それが足し算として加わっていく、つまりリスク分散できるようになっていくということなんですよね。足し算ということは分かりますよね。 A という事業があって、 B という事業があって、 C という事業があって、それぞれを足して、全体の数字になっていく。ですから、ある事業がいまいちになったとしても、その他の事業があるわけだから、そっちの事業を頑張ればなんとか
全体の売り上げっていうのは目減りしなくなっていく。ですから例えばトヨタ自動車が車以外でさっきちらっと言った住宅として、まあ、相当数字を作ってるとしますよね。20兆円のうち10兆円が車でもう10兆円が住宅だとします。そうすると10兆円の売り上げ、車の売り上げが5兆円にまで落ちたとしても、住宅を頑張ってやれば15兆円にすれば全体の20兆円というものは維持できるわけなんですよ。これから間違いなく日本は少子高齢化になっていくし、うちの子供もそうですけども、車は持たないとかって言ってるわけですね。若い子っていうのは車を所有しない、もしくはシェアしていく、しかも人口は減っていくわけですし、で世界で戦おうと思っても EV で乗り遅れていったりとか、あと EV っていうのはどんどん安くなっていくってことがあるわけですね。これは家電製品でもそうです。昔は非常に高かったテレビ、20万円とか30万円したそのプラズマディスプレイのテレビってあったわけですよ。でも今20万円とか30万円のテレビとかほとんどないですよね。非常に安い価格で購入することができるようになった。電気化することによって大量生産大量販売が可能になってしまうわけですね。そうすると今300万円の車も200万円になるかもしれない、150万円になってしまうかもしれないんですよね。そうすると普通に売り上げって落ちるわけですよ。販売額×販売数だからです。つまり価格が安くなることによって、そして数が売れなくなることによって売上っていうのは基本的に落ちていくわけですね。ですので繰り返しますけれども、もしトヨタ自動車が20兆円の数字をずっと作り続けたいというんであれば、20兆円のほとんどを自動車販売で賄うんではなくて、自動車販売以外のもので賄っていかないとこの売上数字っていうのは維持できなくなるということなんです。まあ、ここら辺の計算式については冒頭ご紹介した世界最速で問題解決する質問テクニック講座という概要欄に載っている記事でご紹介しています。これものすごく分解すれば分解するほど、どこに問題があるかっていうことが発見しやすくなるんですね。なので先ほど販売額×販売数っていう話をしたんですけど、販売額っていうものはどれぐらい分解できるのか、そして販売数っていうものも当然数×コンバージョン率っていうふうになるわけですので、どのような広告とかどのようなプロモーションとか、まあ私どもの専門分野でいうとどのような営業活動をすると、誰がどの場所でどれぐらいのお客様に対して接触をするのか、そしてその提案のコンバージョン率はどのようになっていくのかによって売上自体が直接的に変化していくっていうことがあるわけですね。だって計算式になってるからです。そうすると言い訳ができなくなってくるわけですよ。計算式で表現されている限り説得力は非常に高くなっていくということなんですよね。ここはぜひ理解していただけるとすごく頭はすっきりすると思いますし、何か問題があった時に問題解決も素早くなると思うんですね。特に今日のメルマガでもちょっとご紹介したと思うし、そして記事にも書いたんですけど、皆さんおいくつですかね。私は52歳です。これから老後どれぐらいお金が必要なのか、この話ってすごく分かりやすくって、例えば自分が何歳まで生きるのか、何歳まで働くのか、そしてその働く最後の年までの平均年収っていくらぐらいなのか、そして死ぬまでにどれぐらい年間支出をするのかっていうことをある程度シミュレーションしておけば、つまり計算式を作っておくことによって大体わかるわけですよ。あ、そうなんだと。なんか老後2000万円必要だっていうふうによく言われるんだけど、自分の場合は大体1000万円ぐらいでなんとかなると、自分の生活っていうものを考えることによってそれぐらいでいいじゃんっていう風になるかもしれないし、いやいや自分はだいたいこれぐらい生きるわけだから、だいたい老後で言うと3500万円ぐらいかかるんだよねと。で現状はっていうと今800万円ぐらいしか、まあ、手持ちの資金がないと、そうするとちょっとやばいよねみたいな感じになる。じゃあどのように問題を解決するかっていうと、収入を増やすか支出を減らすかしかないわけですよね。じゃあどのように収入を増やすのか、そして支出っていうのはどこの部分を減らすと一番効果的なのかっていうのは、計算式があることによって、しかもその計算式が正しく分解されていることによってめちゃめちゃ早く問題解決ができるようになるわけですよ。なので、今回のヤフーニュース有料記事、世界最速で問題解決する質問テクニックにはそのようなことが書いてあるわけですね。どのように、計算式を分解させていくのか、そしてどのような問題が発生したときにどこのパラメータに着目したら一発で問題が解決するのかということが書かれてある。まあ、私が1時間20分喋ってるわけなんですけど、まあ、ぜひそこら辺を確認していただけるといいのかなというふうに思います。自動車業界はこれから本当にきつくなるだろうなと思うのは、やはり事業のバリエーションが
自動車に偏ってしまっているからなんですね。これは自動車業界だけでなくってその他の企業でもありますよね。ある事業に偏ってしまっている、しかもあるお客様に結構依存しちゃってるんですと。例えば100社取引あるんだけど、でも売上の半分以上は3社の売上、3社との取引に偏ってしまってますっていう会社は、かなり、リスク分散ができていないので、これから業績を維持するのは難しくなっていくかもしれないということですね。まあ、自動車業界みたいにはっきりしてるんだったら、まあね、覚悟は決まってると思うんですね。間違いなく自動車の販売価格は落ちていくし、販売数っていうのは例えば世界的に見ると違うんですけど、日本で主戦場にしている会社だと、どう考えても減っていくっていうことは確実に予想できるわけですので、どのような手を打っていけばいいのか、ぜひこの点を踏まえた上で皆さんの会社とか今後どうなっていくのか、ぜひシミュレーションしていただきたいなというふうに思います。それでは今回はこれで失礼します。ありがとうございました。